こんにちは。今日のテーマは令和改元からワールドカップラグビーベスト8まで2019年の言わねばならぬ重大ニュース発表です。今日は言わねばならぬ総集編、選んだ重大ニュースについて言わねばならぬことを言います。10位、ワールドカップラグビーでベスト8、日本頑張った。僕のごひいきは日本に帰化したリーチマイケル首相。他のスポーツでもテニスの大坂なおみ、バスケの八村塁ら、スポーツでの新日本人の活躍に沸いた年でした。9位、東日本で大雨被害。ヤンバダムが満水になった映像を見て、ダムや堤防は悪という思い込みは間違っていたことが分かりました。8位、老後に2000万必要。これ結局普及が遅れているNISAを宣伝したかった金融庁の勇み足でしょ。役所が投資を煽っちゃいかんと思いますよ、証券会社じゃないんだから。7位、子どもの虐待死相次ぐ。聞くたびに涙が出ます。民法における親の懲戒権の見直しに反対する自民党保守派って何なんだ。6位、消費税 10%。 増税そのものよりスマホ決済は便利とか、軽減税率はもっと早くやればよかったとか、そっちの話がメインでした。5位、参院選で与党勝利。その後の改造で入閣した竹栗と出来婚の小泉進次郎さん、ちゃんと育休取れよ。4位、桜を見る会。僕も一度言ったけど、桜見て安倍さんの挨拶聞くだけよ。食べ物もちょろっとしか出てないし、食べてないけど、これそんなに大事な話ですか。3位、安倍総理歴代最長。次は岸田さんっぽいな。それより安倍さんは憲法改正諦めていないと思います。2位、徴用工で日韓関係悪化。関係改善は当分無理。変な人が次の総理になると嫌ですが。そして1位は令和改元、新しい時代が始まりました。しかし皇位継承問題は難しい。女系天皇を認めるくらいなら安倍政権は何もしないでしょうし、その後の政権はよほどの力のある人が総理にならないとこの問題には触れません。安倍さんには旧宮家の復活への道を開いてほしい。安倍さん、これと憲法改正の2つが2020年の宿題ですよ。以上、本日の平井文雄の言わねばならぬでした。